脳を麻痺した体に対してのリハビリですね。これは脳を再教育していくことによって、死んでしまったその運動機能ネットワークを生き残っている脳の部位に新たなネットワークをリハビリで反復した動きをすることで作っていくという考え方で、まあ、新たに脳にそういうネットワークができるという話を伺った時は、そんなことできるんですかっていう本当に驚いたんですけども、まあそれは可能なんだということで当然信じてやりました。でこれは実際そういうことが自分でも実感できる場面っていうのが、まあ、これは入院中より入院した後ですね、まあ、これまたこの動画でも後々撮っていくと思いますけども、のリハビリの先生との出会いで結構激しいリハビリをやっていく中で感じられる場面っていうのがありました。その先生のところでは入院中はまあ長くてもまあリハビリの専門病院でも1日1時間弱ぐらいのまあそんなにしんどくないレベルのリハビリだったんですけども、その先生のもとでは保険適用ではない自由診療という形だったので、まあ、結構自由度が高く1時間みっちりやるというようなリハビリをやったので、まあ、その時間内になんとなくその感覚が動かせる感覚というのがつかめる瞬間というのが何度か経験しました。だからそういうまあ脳っていうのは一番よく分かってないことが多い臓器ですから、そういうことも起こりうるということを私自身身をもって実感しました。